札幌東方工学。札幌東方工楽は、かつて存在した、日本の映画館である。所在地は、札幌市中央区南五条西三丁目、北海道東方株式会社が経営、運営した、救命称尾万古都武器館、増館、札幌大英劇場、東方工楽劇場、札幌東方劇場。1921年、大正10年、 札幌区南五条西三丁目、現在の札幌市中央区南五条西三丁目に、美万古武器館として設立される。大正末年の1920年代には、札幌市内の映画館は、同館のほか、西木座、帝国館、中央館、有楽館、コンパル館、松竹館、エンゼル館、八十二館の八館が存在した。1927年、 昭和2年4月22日付、北海タイムス二道館が出した広告によれば、ユナイテッドアーティストが1924年、大正13年に制作した D.W. グリフィス監督の素晴らしきかな人生。日活大象群設映像が制作し、同年2月9日に東京では公開されていた内田トム監督の現代劇、競争3日間。 同じく同年1月28日に東京では公開されていた中山鈍海監督の時代劇アイトーク等が2ヶ月遅れで上映されている。同年の時点では札幌市内の映画館は同館のほか、福島工業の中央館、有楽館、三遊館、後の日活館、及び盛んにぎやか館、松竹座、エンゼル館、別当工業の美等機館、八十二館の八館が 存在した。当時同館専属の活動弁士に、作家の小林滝次と信仰があった五条風生がいた。1928年、昭和3年5月10日には、唐太町豊原高等女学校の4年生が、修学旅行を行った際、美満寿館で活動写真を鑑賞した記録が残っているが、稚内北西学園大学の資料では、女学生たちが鑑賞した作品については、 触れられていない。第二次世界大戦終戦から4年後の1949年、昭和24年、札幌大英劇場に改称され、大英の風切り館となったが、その後、同館の東方による買収にあたり、札幌大英劇場は、北四条西三丁目に移転した、1974年、閉館。ライバル館。 東方日本劇場が南一条西一丁目に開業した翌年の1955年昭和30年東方の直営館となり館名を東方公楽劇場に改称。同時に座席数百席ほどの名画座高楽文化劇場を併設日本アートシアターギルド作品も上映していた1969年昭和44年 大正期の開館以来の建物を取り壊し、翌1970年、昭和45年12月5日に、地下2階、地上7階建てのビルディングに、改築、3階に、札幌東方劇場として、再開場する。この頃には、エンゼル館と松竹座は、すでになく、前社は1968年、後者は1970年閉館、菅井工業、現、 SD エンターテイメントは、旧、札幌劇場の跡地に菅井ビル、現、ディノス札幌中央を、設、1968年。南四条西三丁目にあった、札幌日活劇場は、ロマンポルの上映館へと、転校、1971年から1988年、している。1974年、昭和49年、八刀名を、 札幌東方降落に、再開賞、東京の千代田劇場日劇東方日劇に、東方シネマズ日劇、スクリーンに系列の放ガロード召喚となった。定員470人、改築当初は536人。東方日劇、552席閉館後は道内にある東方系映画館、シネコン含むの中でも最大規模を誇る映画館となっていた。デジタル音響は、 来たよ。劇場正面に手書きの映画看板を掲げていた道内最後の映画館であった。1995年、平成7年7月1日には札幌映画祭リターンズ95が行われ、同映画祭で上映された119の監督を務めた俳優、竹中直人が訪れ舞台挨拶を行った。また2002年、平成14年10月5日風切りの アスマ・アルサ・ザ・ムービーでは、同作出演の東野幸治、山田花子、ロンドンブーツ1号2号が、舞台挨拶で来館している。2010年、平成22年、シネマコンプレックスの台頭などで、470席1、スクリーンの規模では、今後の経営継続が困難な状況になるため、同館の閉鎖が発表された。同年7月10日風切りの、 劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール幻影の覇者、ゾロアークが最後のロードショー作品となった。同年8月28日同31日までの4日間は閉館イベントとして、ゴジラ第1作とドラえもんのび太の恐竜、28日29日、天国と地獄とオールウェイズ3丁目の夕日、30日31日、上映された。 東方系劇場として55年、美万十館時代から数えると89年の歴史に幕を閉じた。当館の閉館以降、すすきの方面の映画館は、成人映画館のウラクシネマ、古屋工業運営のみが残ってたが、2016年、平成28年5月14日に、狸抜き工事2丁目のマリオンシネマ跡地に移転し、ウラクシアターとしてリニューアルオープンしたことにより、 すすきの方面から映画館が消滅した。その後は、他のテナントが営業を継続する中、映画館跡地の再利用がなかなか進まず、同向が注目されていたが、同会館6階にあったキャバレー、札幌クラブハイツが2013年、平成25年2月28日に閉店するなど、テナントの撤退が相次いだことや、建物の老朽化を機に、同年2月26日付で、 東方は、同海間跡地の再開発計画を発表した。当初は、同年5月以降の解体を予定していたが、結局は最後まで残った、北海道銀行すすの支店外転、工述した直後の2014年、平成26年2月1日に建て替え開始となり、2015年、平成27年10月31日に完成。同年12月4日、 同ビル1階から9階部分に、ラウンド1、札幌すすきの店が、グランドオープンした。当館の閉館後、札幌市内の東方シネマズに刺激スクリーンに、系作品は、ユナイテッドシネマ札幌でも上映されるようになり、現在に至る。また当館閉館から5年後の2015年5月31日に、絵には、東方シネマ8、絵庭市が閉館。 北海道東方株式会社自体も2016年5月31日付で会社解散となった。2012年1月時点、3階から5階にある飲食施設は映画館があったスペースから向かって南側に所在していた。いずれも札幌市中央区に所在。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。